山崎美生、三洋雑器より、常元虫常元虫、上限虫は、江戸時代の書物、三洋雑器や、演歌記団にある飼い虫。天正年間、大見国志賀郡別蜂村にいた南ヘビー、玄太財門という侍が、戦乱で鹿を離れて、浪人となり、数百人の仲間を引き、諸国で、盗賊や殺人など、悪事の限りを尽くしていた。 やがて置いた玄太財門は、人の勧めにより改心し、出家して、常元と改名し、故郷の別方村で暮らしていた。だが、慶長五年、諸国の漢族が捕らえられ始め、常元も過去の多数の悪行を問われて捕らえられた。見せしめのために木に縛り付けられた常元は、見物人たちの前で、バリ増減を吐きつつ残罪に処され、遺体は木の根元に埋められた。翌年の夏、 常元の遺体を埋めた木の根元から、おびただしい数の虫が現れた。それはまるで、人間が後ろ手に縛られたような姿に見え、やがて、虫たちは浮かして飛び去ったが、その後も、毎年必ず同じ、虫たちが現れるので、村人たちはこれを、常元の魂と考えて、常元虫と呼び、因果の恐ろしさを噂し合った。常元の住んでいた土地は、常元屋敷と呼ばれ、 そこに家を建てた者は必ず災いに遭うと言われた。そのため、その地に住もうとする者は誰もいなかったという。ありがとうございます。